それぞれの思いを胸に力強く最後まで戦い抜いたことをやはり私は皆さんに見ていただきたかったなと思いますまたこのメダルを輝く輝く。 輝かせることができるような、そんな競技生活を今後もみんなで送っていけたらいいいなと思います友人や家族や応援してくださる方々から、えー、とたくさんのメッセージをいただいて、えーと、その人たちと一緒に戦うことができているんだなっていうふうに勇気をもらって、最後の最後まで、えー、レースに強い気持ちで挑むことができました。本当に チームジャパンの力があってこその金メダルだったと思いますおめでとうという声が金メダルを取った後から今までもずっとずっとずっと届いていますそういったおめでとうが自分の幸せになってそして今の自分の幸せが皆さんの幸せになればとすごく思っています次のオリンピックで首相を任された時はやっぱりそれはそれでやっぱり光栄だと思いますし、えー、そこに行き着くまでに まず成績を積んでいないとそういうことは言われないと思うのでまずそういう成績をしっかり残さなくてはいけないなという思いで、えー、余計今気を引き締められたというかあのなんか後ろから火をつけられたような気分でいます、はい、まだまだあの今年も終わっていませんし次のオリンピックというものをあまり重要視というか深くは考えていませんけれども目の前のことを一つ一つ全力で出し切ってまたオリンピックを迎えられたなと思います。 まあ本当スノーボードというスポーツをこれ以上のものだったり影響力をさらに自分は伝えられればいいなと思っているんであのでスノーボード関係ない人まで届くようなそうですね、そう見てもらえればなと思っているのでまあ本当に今回のオリンピックはまあみんなの力があって自分の滑りもできたのかなって。 目標の金メダルには届かなかったんですけれどもやはりその次の4年後に向けて、えー、今度こそ金メダルを取って日頃の恩返しを感謝の気持ちを伝えられるような結果に追われるように頑張っていきたいと思いますメダルの勢いを作るきっかけになれたかなとは思っております、えっと、これを機にモーグルという競技を知ってもらえたらな一人でも多く知ってもらえたらなと思います。 スウェーデンそして同じアジアの韓国チームの戦いを見て正直悔しい思いも込み上げてきましたこの悔しい思いは今後の私のカーリング生活の中でも忘れることのできない思いになりますし今後のカーリング界の目標にもなると思いますメダルを取った皆さんのパワーをまた僕もこれをいっぱいのパワーを背負って次の4年後ピョン えー、北京オリンピックで、えー、メダルを取りたいという強い気持ちになりました。